キャプテン翼メガ CD 実況プレイ、今回が第2回目です。今日もよろしくお願いいたします。はい、僕はパート1から引き続きプレイ中です。気がついたらですね、僕は前回ほとんどプレイしてないんですよ。実況もほとんどしていないんですよ。ムービーが長かったんでね、ほとんど黙っていましたから。タイマーを見たら16分ぐらい経過してたんですけど、多分僕が喋ったのってそのうちの3、4分ぐらいなんじゃないのかな。まあ僕は楽なんですけどね。でも一応実況プレイ動画でもありますんで、今後はムービーシーンに関しましても、まあ邪魔にならない程度にちょいちょい喋らせていただけたらなというふうに思っているのですが、どうぞよろしくお願いします。多分ニコニコに純粋なプレイ動画がアップされているかと思いますので、ムービーシーンをご覧になられたい方は、そちらで堪能していただいて、で、この動画では僕のヘンテコ実況でお送りしていきますので、どうぞご了承ください。はい、じゃあ情報をチェックしていきましょう。この練習試合はみんなへの俺からのプレゼントだ。お、これも原作のままですね。相手の西ヶ丘はキャプテンの浦部を中心に打倒終結を狙っているチームだ。相手にとって不足はないだろう。この辺の下りってあれですね、伝統ですよね。テクモ版キャプテン翼の相手にとって不足はないってセリフ、前にもなんか聞いたことがありますね。ニュー南葛小サッカー部として精一杯楽しんでこい。よし、わかりました。じゃあチームデータ。おお、いいねこの画面。じゃあフォーメーション。あ、すごい、ブラジルタイプがある。ブラジルタイプがあるぞ。しかもなんか説明書きつき。見ていこうかな。433は最もオーソドックスな体型であり、86をウイングに置きセンタリングからシュートを狙う攻撃法に適している。参考に、ハーフが、5人いて中盤は組み立てやすく、2トップからのカウンターアタックもできる。しかし、ディフェンダーが3人なので相手の速攻には弱い。そして僕の大好きなブラジルタイプ、フォワード6をミッドフィルダーに下げ、そこに戦況に応じて9、6、10が飛び出すのが特徴。またバックラインは5、3がゾーンディフェンスを行う。あ、なんか 9番がレフトサイドバックっていうのがすごい違和感を感じるんですけど。あ、しかもウィングのいつもね、僕が信頼できる男って呼んでるポジションが11番なんですね。よし、じゃあせっかくなんで、じゃあ今回もねブラジルタイプのフォーメーションを選びたいと思います。っていうかまさかね、このメガ CD 版キャプテン翼にもブラジルタイプがあると思わなかったな。はい、あ、ディフェンスタイプでもあるんですね。お、すごい。ちゃんとプレスがある。まずノーマルが、プレスとカウンターの中間的な守り方をするタイプ。プレス、中盤から囲み人数を増やしボールを奪いに行く。しかしマークが甘くなり速攻を受けやすくなるのでパスの多い敵に注意。カウンター、中盤は放って先にゴール前を固めるタイプ。速攻には強くカウンターアタックも仕掛けやすいが敵のシュートも受けやすい。はい、じゃあ、ディフェンスタイプはプレスタイプを選びたいと思います。やめろやめろってコメントあったかな。でも実績あるからね、プレスディフェンスは。はい、続いて、いろいろあるんだな。チェンジって言われても誰がどうなのか分かんないかな。チームデータ、これは、あ、すごいグラフィックがちゃんとついてる。長野くんってあれかな、原作にも出てきた長野くんだよね。中学生編でもう小学校の頃がいたんだ。翼、あ、かっこいいじゃん。おがい、うわ、なんか南葛小っぽくない人がいるぞ一人。なんか明和小っぽい、なんか悪そうなやつがいますね。あ、はあ、すごい。マダブ先生結構強いじゃん。ドリブルが988、ドリブル9、パス8ってこの悪そうな小川君よりも能力が上なんだ。石崎君は、あ、強いじゃん石崎、さすがキャプテン。あ、岩見君いるんだ。あ、小田君。小田君はね、
前回のキャプテン翼3だとね、名前だけでね存在感ありましたからね。指相撲職人ですから。お父さんがね、寿司屋やってるんですよね。そっか、小田くんいるんだ。高橋、ははは、陽一さんいるんだ。これどう見ても陽一さんですよね。しかもそこそこ強いし、中里、あ、中里くんいるんだ。しかもちょっとイケメン。近藤、近藤くんもかっこいいな。なんか反町くんっぽい顔してますね。岡部、あ、岡部くんっていうのがキーパーなのか、かっこいいね。そっか、みんな顔つきっていうのがいいですね。なんか必殺技とかあるのかな。必殺技はないのか。翼くんはある。あ、すごい、バナナシュート。バナナシュートが打てる。オーバーヘッドと素早いディフェン、素早いフェイント。へえ、うわー、これは楽しみ。あ、敵データっていうのも見れるの。あ、浦部だ、ロングパス。へえ、住友受ける。あれ、これ伊沢くんじゃん。へえ、なんかどう見てもこの西尾ってやつが滝に見えるんだけど落合くんってもどう見ても石崎くんなんだけど。じゃあフォーメーション決めないとね。そしたらね、とりあえず僕ね、フォーメーション決めるときはエース、そしてキャプテン、そして信頼できる男ってことね、3箇所をまず決めていくんですけど、どうしよう、これ時間かかっちゃいそうだな。じゃあ、試合から見たいって方はね、ぜひ、このシークバーを右の方へずらしていただいて、ちょっと時間がかかってしまいそうなんでね。じゃあ、したらとりあえず、そうだな、石崎くんエースにしたいな。石崎くんをじゃあ8番、そして信頼、翼は10番だね。信頼できる男どうしよう、学ぶに知ってみようか。学ぶ先生をじゃあ信頼できる男のポジションに置いてみよう。あとは適当にこんな感じでいいのかな。岩見くんってなんか中盤ってイメージがあるな。小田くん、中里くん、うん、こんな感じ、こんな感じで OK でしょ。はい、終わり。うわ、楽しみっていうので、じゃあ正式なね1試合目になりますんで、どんなになるか楽しみです。はい、じゃあキックオフ。よし、みんな行くぞ。かわいいな。お、始まった。お、学ぶ、あ、学ぶ顔が違うじゃん。うわ、早い。じゃあドリブルかわせ、さすが。よし、信頼できる男のポジションは任せたぞお前に。ワンツーとかあんだ。じゃあワンツーやってみよう。あ、ワンツーって、あ、これガッツが出るんだ。ワンツーしかも20しか減らない、いいね。じゃあ石崎と学ぶのワンツー。うわ、取られた。やべえ、取られちまった。頑張れ、タックル。うわ、音楽かっこいい。うわ、反則タックル。いきなりやってくれました石崎が。ナイス反則タックル。うわ、これは面白い。いけ、うわ強いね。これ背番号があれなんですね、固定性なんですね。ちゃんと選手それぞれに番号がついてるところが面白いな。やばいやばい、打たれそう。うわ、打ってきた。さあどうする。お、パンチとキャッチが同じなんだ。そうそう、これね、取説見たらね、このキャプテン翼メガ CD 版っていうのは、よく使うコマンドがどんどん、よく使うコマンドに経験値が入ってどんどん伸びるようになってるんですよ、このシステムがね。だからせっかくなんでキャッチを伸ばしたいと思います。よし、じゃあキャッチ。おお、ナイスキャッチ。お、浦部来た。あ、バランスを崩してる。うわー、じゃあキャッチ、頑張れ。おお、止めた。す
げえ強いぞ。よっしゃパス。まだこの背番号に慣れてないんでね、ちょっとずつ慣れていかないとね。いけいけい。マナブはどこ行った？マナブ先生はこれだよね。マナブ先生よっしゃ。でもこれがどう見てもマナブに見えないんだよね。どうしよう。じゃあドリブルかわせ。オッケー。よしよしよし、上がれ上がれ石崎、上がれ。よしいい感じ。石崎キャプテン、おっしゃおっしゃ、シュート頑張れ。サルー、おーかっこいいボレーシュート。おー惜しい。おっつ、おーナイスカット。じゃあ打とうぜ翼シュート。じゃあ見ちゃおうか、バナナシュート。いけー、そんなバナナ通用しない。わでも面白いなこれ。じゃあいきなり打っちゃおうか、移動しない、シュートバナナシュート決めろ。いけー、うわー止められた。え、そうなの、一面でもそんなんなの。じゃあシュート、やべ一面でなんかこうサクサクシュートが入る面だと思ってたのに。住友よし、あ、うわーいいなー、このロスタイムの音楽も一緒ですね、しかもちょっとかっこいい。頑張れ寿司タックル、オッケー。面白いな、誰に翼にこれいけるかな。一旦長野くんに出そう。シュートがサクサク入ると思ったら意外に強いですね向こうのキーパー。翼低いボールいけ、決めろ、ボレー、おっしゃー決まった。お走ってる走ってる、かっこいいな。このグラフィックがいいですね、こうあのスーパーファミコンとファミコンの中間みたいな感じのほのぼのとしたグラフィックが僕結構好きですね。お、浦部これはパスカット、石崎もタックル、いけ翼、オッケー。うわ敵来た、パス、マナブ先生、うわ来たね来たねとか言って。お、小貝くん覚えてるよ、小貝くんってあのちょっと軟活っぽくない顔した子でしょ。よし、学ぶ先生、あー終わっちゃった。でもなんとかかろうじて1点取れたな。あ、アネコだすげー。よし、試合再開。面白いな。よし、いけ、本物の反則タックルを見せてやれ。うわかわされた。よし、猿、おっしゃー強いじゃん石崎。伊藤くんドリブル、相手結構パスカット使ってくるんですね。学ぶ、よっしゃいけいけ、ワンツーとかやってみようか。いいね、上がれ信頼できる男、中山来た、ワンツー、よっしゃ
わ取られた。うわ結構一面とはいえやりますね敵も。おっしゃー強い。いけキャプテン。あ落合くんってあれでしょ、石崎くんと同じ顔した子でしょ。同キャラ対決。うわやるな。おモナブシュートチャンス撃て。ほらワンハンドキャッチされた。うわこれは面白い。よし頑張れイケメン、イケメンタックル。おっしゃ張本くん、あ伊沢くんみたいな顔した子かな。いけ岩見。おお決まった反則タックル、反則タックルは健在です。なんたってあれだもんね、マナブがいるからね、うちにはもう毎日練習できる環境が整ってます。お、いい位置にいるね。うわパスカット能力高いな敵。すごい取り合いだ。おっしゃ岩見くん強い。どうしようこの辺に出したら来るかな翼。あ石崎来た。 OK。 あれ競り合う。あ敵の弾になっちゃった。おナイス競り勝った。お翼来た。これは最後決めたいね、ワンツー。おっしゃ最後決めたいね一発。おし高い弾来た、オーバーヘッド。おおかっこいい。おっしゃナイスマサ。よし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 。いやーいいねこの音楽がいいね。あとふと思ったんですけど、これ左上に見えてるのってあれ点数ですよね。あの2桁表示になってるのが気になるんですけどこれ下手したら10対0とかあるってこと。おすごい浦部と翼の対決。オッケーナイス長野。これあのキャラによってドリブルスピードが違う気がするんですけど、気のせいかな、そんなことないのかな。最後石崎で1点取りたいな。うわ強い、タックル。オッケー、学ぶ先生。よっしゃワンツー、あ終わっちゃったっていうのでやりました。2対0で西ヶ丘を下しました。へーええっ、ー、と2対こんなシュート数とか出るんですね、面白いな。南葛がシュート7本、西ヶ丘がシュート2本、コーナーキック1本、西ヶ丘がフリーキック2本、別名反則タックルを食らった回数みたいなね。ポイント前半19分翼、後半16分翼。うわー面白いこれ、今までこういうのなかったからね。僕がちまちまあのブログでねマッチレポートで書いていたような内容がちゃんとこうやって出るんだ。あレベルいや姉子のグラフィックが急になんかファミコンっぽくなってるけどこのムービーとのギャップが激しいな。レベルアップした人です。はいというので1回戦無事勝利しました。次どうなるんだ、これまたムービーが入ってあれなのかな、あセーブ画面とかないの。まあいいや、とりあえず、第2回目、メガ CD 版キャプテン翼実況始まっちゃったどうしよう始まっちゃったな。よし構図も決まった。お、美咲くんのお父さんじゃん。それでは太郎いつものように入学手続きをしてこい。お、美咲くん今度は静岡の山を描くの。ああしばらくはな。
私立南葛町だね。いよいよ試合ですね。あ、そうか、もう対抗戦に入るわけですね。翼たちの面倒を見てくれてありがとう、ロベルト。お礼を言うのはこちらですよ。やけを起こした俺を助けてくれたばかりか、日本行きを進めてくれて、大空船長には頭が上がりませんよ。パパから聞いたんだけど、目は大丈夫なの？え？激しい運動は止められているんでしょ？放置するくらいなら差し支えありませんよ。それよりも翼と出会えたことが俺には大きかったんです。あいつにサッカーを教えることでどれだけ俺自身が救われたか。それにしてもすごいスタジアムですねこれ。小学生のサッカー場とは思えないぐらい。え？小さい頃から翼はよく言ってたわ。日本をワールドカップで優勝させてやるんだって。予選すらまだ一度も勝ち抜いたことのない日本のワールドカップ優勝か。時代を感じますねこの辺のセリフが。大きな夢だな。いつかその夢を二人で果たそうな翼。出た。モテる男は辛いな翼。いいかお前ら、この試合大空翼、あいつだけにはどんなことがあってもゴールを許さん。奴を徹底的にマークしよう。翼、この勝負でどっちが優れたサッカー選手か分からせてやる。はい、というのでなんかガンガンこのゲームのペースに巻き込まれてるんですけど、どうしよう区切り目とか。あ、とりあえずここで区切ってみようかな。はい、じゃあ以上、実況プレイ第2回目終わりとしたいと思います。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回は終鉄との対抗戦なり。またね、バイバイ。